どうもこんにちは。今回は新生虫の掘り出しやっていくんですけど、これ何だったかな、タイアンタイウス産地カドイサケットですね。ちょっと変わったケースに菌糸詰めて、それで成虫まで持ってってるんですけど、このケース何だったかな、なんかですね。はい、よいしょ。じゃあ出していきましょう。ほとんど空打てないよな、これ。ケース入れてしばらくしたら溶化したんだろうけど、もったいないな。こんなん平田とかに食わしたら結構でかくなる状態やけど、だいぶ古いからさ、平田とかアンテとかこれぐらいの方がでかなるんやけどな。もったいな。まあええでしょ、成虫になってるから目的は達成してるしな。よいしょ。よいしょ。平竹のええ匂いしとんな。今日は結構風がきついな。平おろし吹いとんな。こんな日は琵琶湖の海賊も琵琶湖には出ない。あ、結構綺麗な成虫出てきた。まあ言うほどあれですけど、何これ、タイアンタイウスやのにないし貼っとんな。ちょっとマレーっぽいようなまあいいんだけど、タイアンってだから。あれ、ちょっと待って、ノギスどっか行った。持ってくるわ。これで何ミリや、73、綺麗な成虫やから嬉しいよね。これはブータンアンタイウスのサムチドロカですけど、またちょっと変わったケースに大平竹詰めてますけどね。どうなんやろこれ、周りから見えないんだよな。中でもう浮かしてると思うけど、結構放置してたから何やこれ自意識過剰なケースやな。まあこれぐらいの方が MC 出るけどさ自意識過剰なケースやな。これな、なんかこう横から掘れへんし不安やねんな。ズボってついてしもたら終わりやからな。よいしょ。ああ、結構食根走っとんな。食うとんやね。おっしゃ、出てきたぞ。ええー、の出てきたか。どうや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 。大輪ゴミいる、ほらこれ。ちゃんとブータンやな。ブータンの顔しとるわ。どうやどうやどうや。よいしょ。これちょっと手で抜くわ。はい、どうや。まあ普通やりますね、やりますね。まあ綺麗な虫やしな、よしにしとこう。何これ、76しかないやん。うせや。75やな。ちっちゃく測っとかんとな。
だも虫の人ら1ミリ2ミリでも死ぬほどうるさいからな。76で売ってましたけど75でしたよとかさ、うん、絶対でしたくないからちょっと小さめに測っとくねんな、こういうのは、うん。いやだから人間ってさ、その虫がさ大きかったら何にも言わへんやん、ラッキーとかさ、なんでこうなったみたいな感じでさ喜びよんやけど、1ミリでも小さかったら死ぬほどうるさいしなそんなもんやろ、うん、小さく測っとくね、うん、うるさいから売るときに人間性よ出たるわ。これは2000で作ってるな、ブータンアンタイウスのサムチドロカ CBF1。 大平竹に入れてるみたいだけど、まあどこの大平竹とかいうのは特に覚えてないんだけど、なんかの工場のなんかのやつですね。よいしょ、はい、あれ、よいしょ、サムチだろうか、うん、まあえんちゃんそれなりに見れる虫ではあるけど、何ミリやろ、81、こんなもんか、うん、ワインセラーで盛りくり作った虫やからな、80超えてたしええでしょ。これは国産オクワガタですね、新潟県産の F2、 んオスかなメスかな、ちっちゃいオスなのかな、なんか外からはあんまり見えないんだけど、よいしょ、これ禁止ボトル何やったかな、銘柄忘れたな、うん、なんか安かったなんかのやつ、大平竹ですね、新潟県産だから、うちの新潟県産は全部あの地元の採集者の方から買い付けてるんだけど、うん、F2 だね。いや、人に当たってんな、なんか詳細産地データ全部残してくれてる人で、いや普通教えないから、柏崎市までとかさ、うん、東神原郡までとか、うん、そんな人らばっかりやけど、たまたまね、すんごい人当たって全部教えてくれるんですよ、詳細産地、うん、でもローカルラインなんか産地が大事やからね、うん、詳細産地出たなかったら思んないやろ、オスやったわ、70.53、うん、まあ、70あるよな、これ間違いなくな、うん、あるある70はある、うん、これ新潟県産だけど、うん、まあ普通、うん、こういうのがええねんな、でもな結局な、うん、そのいかにも国産をっていう、これはハスタート中ゴメイですね。CBF1。ガダルカナルと、マットで、一本で仕上げてんな。簡単なもんや。あ、オスか？多分なんか41とかなんか そんな感じやと思うけど。もうなんか、
ボトルに幼虫入れた段階で先が見えるというかさ。予定調和よ。予定調和もええところ。あれどこ行った、嫌がって逃げたの。こんなんですよ、中ごめん。44、はい。まあ、今回ね、アンタエウスとか中ごめんとかペアとか押す単品で予品販売出しますんで、まあ、安くしときますんで、鑑賞用とかメス持ってる人とかよかったら見てやってください。はい、今回はこんな感じです。ご視聴いただきましてありがとうございました。どうもすみませんでした。失礼いたします。